さくらです。はい、ということで本日はねえ、このさ、なんかヒートテック見えるのムカつく。はい、ということで本日はチクタク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 チドラッグストアでちょっといろいろ5万円分ぐらい買ってきましたので紹介していきたいと思います。ということでレッツゴー、チョベリグ。見て、黒髪にしたの。みんなにさ、ブルベだから似合ってるって言われたんだけど、どう？冬の女に慣れてる？吐いた人いないですか？今の発言で大丈夫ですか？ちょっと良かったと思うんですけど、パッパッパって、ちょ、物が1万円にしては結構物が多いから、パッパッパって紹介していくわ。まずお水、ちょ一回お水飲まして。マジ喉乾いた。今日本当に疲れたんだよ。おはぁ、おいしい。このね、ブランドにハマってんの、クリスタルガイザー。なんかあんま他のお水と差は変わんないけど、なんかパッケージ可愛いから買っちゃうんだよね。最近こればっか飲んでます。じゃん、ファブリーズー。この前さ、アグのムートンブーツとかがさ、めっちゃなんか臭くなりやすいって言ったと思うんだけど、ファブリーズすれば大丈夫っしょってことで、ちょっとこれからね、ファブリーズしたいと思います。え、マジで臭くなるの？なんかモコモコのさ、なんか靴ってマジすぐ臭くなる。なんで？うちが悪い？で、靴が臭くなる理由マジ教えてほしい。絶対ふわふわだからだよね。嗅ぎやすくなってるだけだよね。で、これ。メイクキープミスト？後世の。メイクキープミストは多分今年の夏ぐらいめっちゃ流行ったじゃん。で、そっからうちずっと使ってて、いろんなメイクキープミストに手出してきたんだけど、これがやっぱ一番。これと、このビームっていうの。ビーム。この二つが最強だったから、二個使い。あと、私が最近めちゃめちゃ愛用しているパックを教えます。じゃーん。これ。マジで好きで、私はこのね、2のやつ、2のシリーズのウルモチ 65% コラーゲンシートマスクっていうのがね、めっちゃ好きなの。どんなしか入ってないの？もっと入れて。で、これに新しくちょっとね、挑戦してみたの。ひんやりクーリングシートマスク。これは冷蔵庫から取り出したかのようなヒヤッとした冷感作用がありますってな感じで、これは結構もうめっちゃ保湿って感じだから、いつも寝る前に使ってんの。で、あと最近乾燥やばすぎて、メイクする前もちょっと早めに起きてパックするようにしてるの。朝風呂してパックして、ちゃんと保湿の時間を長くしようとしてるんだけど、こういうね、ちょっとひんやり感があるやつだと毛穴が引き締まってメイクのにめっちゃ良くなる効果があるの。だからうちわざと朝は冷蔵庫から出したあのパックとか使うようにしてるんだけど、それがなくてもさ、ひんやり感があるやつだから時短にもなるかなと思ってちょっと買ってみた。だからこっちがまあ夜用、朝用みたいな感じで使っていく。マジでこのシリーズのコスメもだけど、本当にハズレがないからマジ期待大って感じ。という感じで、あ、マジ楽しみに使うので、私さくら新しい挑戦します。スケマデビューしようかなって思って、明日つけてみようかなと思うんだけど、明日がまあイベントの日なのね。だからちょっとみんなにね、会うためにね、ちょっと頑張ろうかなと思うんだけど、D アップの部分つけま。なんかヘアメイクさんとかにたまにつけまつけてもらうことが多いんだけど、なんかこの D アップがめっちゃいいらしくて、しかも私部分まつげ、部分まつ、ま、部分、部分、部分の方がいいかなって思ったんで、なんかつきやすそうだなと思ってちょっと買ってみた。結構ヘアメイクさんがね、使ってる人多い。で、それに使うこのまつげのり、つけまつげ接着剤、これも D アップの買った。一応 D アップのつけまつげ用のツイーザーってやつも一応買っといた。このセットでちょっと明日のメイクから始めようかなと思います。黒髪にしたしさ、まつげギャンギャンにしてちょっと清楚ギャルになろうかなって思ってます。で、まあそれと関連してまつげっぽいのだと、このミニアイラッシュカーラー、これどこなんやろ、マペペってとこだって。
で私はなんかビューラーとかさ普通にミニバッグにも入れたいんだけどでかすぎて超邪魔なのね。だからこっちタイプだといいかなって思うし、結構私友達の役に立ちたいっていう女だから、なんかよくビューラーあるみたいな聞かれるんですけど、いや持ってないのね、めんどくさくて。で持ってないよねみたいな、残念がある友達の顔が本当にかわいそうだなって思ったんで買ってきました。なのでどっちかというと自分のためっていうよりは相手のため、友達のため、友達思いって感じで、嘘です、友達のためです。はい、でチョベリゴ、あと最近は結構遠出遠征の仕事が多くて、結構お泊まりでの仕事が多いので、そういう時に大きいクレンジングとか大きい化粧水とか持っていくのがね超だるいの。しかも1泊とかさ2日とか2泊とかだけなのにさ、こんなにでっかいのを持ってさキャリーにするのとかさ超だるいじゃん。だからそういうためにじゃん、フェイスケアセットの化粧水とフェイスクリームが入ってるやつ、これを買った。軽いのって感じだけど、まあ、いけると思う。これで保湿しようかなと思って、で洗顔もちょっとちっちゃいの持っていこうかなと思って、このソフティモ、あんま使ったことないんだけどいいのかな、わかんないけどちょっと買ってみた。キュレルはさもう最高じゃん、保湿めっちゃしてくれるからおすすめで、普通にクレンジングはちょっとちっちゃめのやつがあるから、それとこれとこれ持っていったら最強かなって思いました。え待って、意外とあと2つなんだけど、少なくね、大丈夫っす。次じゃーん、これはジルミー、ジェイミーだっけ、ジェイミーかなんかの、なんかうちはよくシャンプーとリンスとかセットで買いたい派なのね。なんか匂いとかがなんか一緒の方がいいかなとかもあったから、ずっと一緒に変えようという努力はしていたんだけれども、やっぱりさシャンプーの方がめちゃめちゃ減るの早いじゃん、リンスより。リンスってなんかなかなかちょっとだからかな、なんか全然減らないのね、リンスって。だからもうこれからセットで買うのやめようと思ってシャンプーだけ買ったよね。あと私、まあ、結局化粧水これじゃないみたいなやつにちょっとたどり着いちゃったんでいいですか。ぴょーん、メラノ CC のしっとり高保湿タイプ、マジこれが大切。しっとり高保湿タイプなことが結構大切なんだけど、私が今一番愛用しているのはこれは3本目、3本目のアヌア77、このね、これはねファンの子からもらったの、この前のイベントで。まあ、これは結構さっぱりみたいな感じなの、だから朝使うこととかが多いんだけど、なんか化粧水だけでしっとりするやつってないかなみたいな思ってたので、うちこれは3分塗りぐらいしてちょうどいいのね。で匂いとかも全部が好きだから使ってるんだけど、1回でパッと保湿されるのだったらこれなの。めちゃめちゃ安いけどめちゃめちゃいいのね。で匂いとかもいいし、マジでなんだろう、乳液塗った後みたいな肌になるの、なんかめっちゃ保湿してくれるのね、ビタミンで。これ薬用だからちゃんと飲むか、ニキビとかにも効いてくるし、なんか最近マジ肌の調子いいんだ、ちょっとだけ。でもやっぱね乾燥には勝てないのよ、マジさいい加減にしてくれるって思うの。冬大好き、冬の寒さも大好き、あの 寒すぎなければね。で冬の食べ物も大好き、冬服も大好き、冬の雰囲気、冬の行事、冬の空気大好きです、全部なんですけど、冬の乾燥だけは許せません。わかりますか、誰乾燥作ったの、わかる。そうで、特にめちゃめちゃ家の中とかも寒いから暖房とかつけるのマジ肌終わるのね、マジパッサパサパッサパサ、もう朝起きても地獄の時間、メイクのりとかも最悪になっちゃうじゃん。だからマジ保湿大切ってことで、マジでこれだけはマジでもう最高なので、みんなもねぜひね使ってみて、学生でも絶対買いやすいから、チョベリゴーということで、こんな感じでした。今回はまあ久々にねドラッグストアの購入品ということで、なんかさ一番安定だよね、なんかドンキとかドラッグストアとか、もう何でも売ってるとこってマジ永遠に買えるのね。だって今日も全然この企画する予定じゃなくて、勝手にうちが勝手に撮ってんの。普通に企画会議とかもしてるのに勝手に企画入れ込んじゃって本当に申し訳って感じなんですけれども、勝手に入れ込みませてもらいます。なんでかというと今日薬局でパックとつけまつげを買いたかったの。そうなんだけど、なんかパックとつけまつげの間の道でめっちゃ欲しいものとか見つけちゃって、まあ、これなら企画にした方がいいんじゃねと思って買ってたら止まんなくて1万円分も買っちゃいました。まあ、みんなもね参考にねしてもらえたらいいなって思います。
使ったことないやつとか、つけまつげとかパックとかシャンプーとかも買って使ったことないのが多いので結構挑戦って感じなんですけど、またいいのあったらルーティン系の動画とか雑談とかで多分言ってると思うので、またそれを聞いてね、買いたいっていう人は待ってもらったらいいなって思います。ということで、せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ、チョベリグ、バイバーイ、黒髪女でした。